クリスマスを控え、サンタの悩みに答えるイベントが今日開かれました。おもちゃの業界団体が人気玩具のトレンドを発表しました。50年以上前から展開している変身ベルトで、今年も満を持して新しいベルトが出ましたので、進化を続ける変身ベルトは、バンダイが50年以上にわたり商品開発を続ける定番のおもちゃとなっています。さらにこちらはくるくる海苔巻き工場、実際のご飯と海苔を使って巻き寿司を作って楽しみます。日本玩具協会によりますと、国内の玩具市場は小売価格ベースで2021年度8946億円と過去最高を記録しました。背景にはコロナ禍で家族が家で過ごす時間が増え、大人が子供と一緒に遊べる玩具の売り上げが伸びたことがあります。そんな暮らしを象徴するカメラ付きのこちらの商品も人気となっています。